こんにちは。え、これ、エリア後で教えるよ。カウンターから飛び越えてくるんだね。そう、それ、うちの公式のね、公式の入り口だから。バナナスムージーはね、命をかけたメニューだから。うん。そう、俺がね、あの、バナナをね、顎ですりつぶして、スムージーにするっていうあ、そういうやつなんだ。山ごで、焦がし、焦がしよ心の距離が近づいた。よっしゃー。ありがとう。マジで。はい。何でも聞く。 ホットバックの S R な、五万でんってたな。すごい文句がいっぱい来るんだ。客さんお客さんお客みんきなのにどうさうこれはんいいさお客さん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 が来た。いらっしゃいませ。注文聞こんお客さんお客さんおさんお客さんお客さんさんさ 初めましてだ初めましてレダー陽次郎ですレダー陽次郎くんレダーですレダーさん今日この街に来たあそうなんですかそうなんですよへぇすごいお願いしますサタエリと言いますよろしくお願いしますはいエリって呼んでくださいエリさんどうもこんにちはこんにちは俺はテツオちゃんャンって呼んでくれテッん。ャン よろしゃねハンバーガー屋さんっぽすぎるねなんかねそうでしょうん激渋いっしょ激渋だねよろしくねよろしくじゃあ飲み物だけくださいオッケー何個何個だっけあじゃあ1010個ね何でもいいこれこれエリーあとで教えるよカウンターから飛び越えてくるんだねそれうちの公式のね公式の入り口だからそうなんだ許されてる公式ルールだから す,げーすごーいドリンクは右下右下やね。あごバナナスムージーはね命をかけたメニューだから、うん、そう俺がねあの、バナナをねあごですりつぶしてスムージーにするっていうそういうやつなんだ結構命かけなきゃいけないからね高くなってるかな。なるほど、えー、じゃあバニラシェイク <laughs> <laughs> よしいくぞエリバナエリバニラシェイク作るぞあわかりましたはどれどれ初めてのお客さんだよ何記念すべき記念すべきうどれどれかだから初初作りだよねはいよしエリじゃん記念すべきゆじろさんに心を込めて作りますありがとうそうそれ一回で十個作れるからね一回で十個そうそしたらここに入ってきても何も言われないんだ うちはね基本的に何でも OK だから何でもすごい無法地帯、うん、無法地帯だからうちそうすると多分左上に多分人,人の名前出てこないあってっちゃんさんしか出てこないですあ<ー>あなんか遠いのかなじゃあ乗り越えようじゃあ俺じゃあ俺が俺から行くんでそうやね洋次郎さん来ましたありがとうあオッケー。ありがとう 支払いこれが一連の流れやね。あれど俺も今ね、飲食やってんだけどさ。あ、そうなの。そう、ホットドッグ屋あ、いいじゃん。そう。うん。で、ディアンスさんって人がいるんでしょう。あ、そうだね。ホットドッグの神だね。神なんでしょう。うん。今日いるかな。だいたいレギオンにいるからさ。飲み物作ってたじゃん、そこで。うんうん。あれってお店だから作れるの?。そうだね。 多分だからホットドッグ屋さんだったらなんかあのワゴンみたいなの運ぶでしょうまだやってないかなうんうん、うん、やったやったそうワゴンみたいなところのどえあそこで作れんの飲み物そう作れるはずどっかで心の目かなんかで飲み物飲み物もデアンス作ってるはずだからマジさすがに俺やったことないから分かんないんだけどなるほどねそう、絶対作れるようにはなってると思うご飯の飲み物はーはーはーちょっと調べてみよう,うーんところでホットドッグはいかが 何買ってみたい毎度 C 何だ何がいい SR がいい SR はちょっと高いよちょっと待っててなパンちゃん SR はちょっと高いよ SR はねスーパーレアだよ SR はちょっと高いっすよホットドッグにランクがあるんだよ何個 ?10 個じゃあ俺とエリに10個ずつはい金額は俺持ちで何えいいんですかうん めっちゃいいんだよなあいくらにしよっかなあいくらとっっちょ待て時間は今の時間は一個4万ああいいんだいいよこれ今ね探り探りなんだよあいいと思うよ全然当に？うにだって SR はうめえから結構ね満たされるしあとストレスも回復するからそうだよねめっちゃいいのよこれマジでやられたわじゃあさっき BMC クソえ もしかして1万で売ったうん1万で売った。3回4打倒だと思うけどね。3回4打倒うわこれめっちゃ大事な情報だこれは。うんいいと思うマジで。てっちゃんてっちゃん言ったんだって言っていいあいいよ。わあ連絡先教えてよ。はいまだ早い連絡先は。なんでいてくださまだ早い。あそこ壁丈んだ。 なるほどね心の距離は遠いまだ。わかったじゃあ心の距離縮まったら教えてくれ。縮まったら交換しよう。うん。ありがとう。ありがとうね。うん。また来るよ。はーい、ありがとう。またね。こんにちは。何してんのすごいよくわかった。え、ここでなんか、うん。ジュースを。うん。あ、すごいすごい。危ないよ。割れちゃう。ごめんごめん。ちなみに、あの、あれだよ。 一回作れば一、うん、回で2個作れるはずだから変わってなければだから50個買ったなら100個分やね100個作れるってことかそう505050で100個作れるあな,なるほどな10個だもんな大体売る時ってそう,そうだねえ10人にしか売れないってこと そういうことになる。いや、マジかよ。<laughs> えマジかよ。け、喧嘩だけ。たっか。えこれ、待って、一個一万で売るの馬鹿らしすぎない、これ。だから、そこそこの値段考えないといけないかもね。えでも、てっちゃんたち一万でやってたでしょう。まあ、一万でやってるね。なるほど。これで作って売ってる人いんのかな。いないのか。 じゃホットドックでもデアンスはなんか飲み物売ってるって言ってたぞ。デアンスねコーラとかビールとか売ってる、はあ、あれどうやってやってんだろう作ってんのかなじゃあ。どうやってやってんだ。デアンス結局会いずじまいいや会えてない。え電話番号知ってる？知らない。もうちょっと電話してみるわ。マジ？うんいるか。電話番号知らなかった。てっちゃん <laughs> 電話番号交換し交換しよう。 <laughs> 心の距離が近づいたいよっしゃーありがとうマジで何でも聞く、うん、何でも聞いてうん何でもいいよ,マジかよ知ってる範囲なら全部教えるよ助かるぜてっちゃん電話ンス、俺もあったらじゃあさ聞いてみるわ、うん、聞いてくれうん電話するわその時ありがとねうんありがとうはいはいゼロじゃんサイコロか せっちゃんせっちゃんせっちゃん、うん、どううホットドッグの SR な5万で売ってたらな、うん、すごい文句がいっぱい来るんだ <laughs> せっちゃんのなお墨付きなのに <laughs> どう思うこれはいやいいと思うけどな俺は別にあそうだよなうん価値があるからなだってじゃあないくん 一緒に合わせよ、値段をホットドッグク。合わせる?。いや、バカじゃ、最近考えたのは、サイコロ振ってもらって、六が出たら、十万キャッシュバックで。それ以外は。キャッシュバック。数字書くた目の。うあの、一から五で。五が出たら、五万みたいな。かけるか万第四万みたいな、そう、かける一万みたいな。数字かける。難しくなってきやがったな。自家システムいいかもね。出目かけ一万でいいんじゃない?。出目かけ。 だけど、六がックだったら、文句言われない。という作戦で行ってみようって考えてたけど、まだやったことないから、文句が出る可能性はある。実数のやり方、めっちゃ良かったよ。 何 A2 はね寿司があのね A2 っていうあのメカニックがあるんだけどあそうなんだそこにあの飲食のバーが併設されててで寿司とか売ってるんだけどその寿司を直で出しててあの定価が3万なんだけど一個。 ダイスを振ってもらってえっと1かその出た数かけ1万で会計が決まるんだけど定価が3万だからだから1と2が出たら割引だよねだからああ1万とか2万になるってことねそうそうそうでも456が出たら定価より高い値段でプラス6万になるってこといや違う定価はあくまで3万なんだけど そうあのー、6が出たら1個6万っていうじゃあもうそれはサイコロ次第すぎるなじゃそうそうそう3が出たら低下のままだけど12<ー>は当たりやねだから安く買えて飲食もまあいっぱい店があるからやっぱりバランスをね差別,差別化しつつ価格をやっぱある程度調整しないとみたいな。 印象とかでも、まあね、でも困らない人とちょっと高いな人とは結構差が出るからこのあと、うん、それなんだよ本当に人によってな変わるんだよだからもう三万って言って三万かっていう人にはじゃ一1万でいいよって言って売ったりしてるそういうやつかやっぱ最高本当に難しいキツネのお兄さんがなんさっきいたのにいた時な、うん 一個五万って言ったら、ああ、もういくらでもいいよ、っていうお兄さんもいたしな。そう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 。一個五百万とかで買ってくれる人もいるよ。ええ?。それは怪しい。秘密それはなんか、それは大丈夫か公務員だよな。うん、大丈夫だよ。ああ、大丈夫か?。大丈夫か?。まあ、いいんじゃない?。いいんじゃない?。いいんだ。そういうのもしていいんだ、つまりは。そうそう。そこまで固いあれはないよ。

価値はあるけどただホットドッグって聞くとやっぱその何アンディ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 アゃディアン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 ディんンディア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 ンディディアンデデアンディアンディアンデディアンディアンディディアンデデアン

そうレアレアは3番ちょっとあとなんかあのもろもろみたいな人がいいんだよなんかもろもろみたいな人がホットドッ売っててたまにしか売ってないんだよいやもう俺が牛汁ホットドッグをじゃあ牛汁売ない何から話せばいいかわかんないんだよなうんいやね最近飲食の人と結構話すんだけどまず始まったのがまれ肉屋さんが うんまあ結構なんかなえてるというかなえてる安いあ<ー>お金が稼げなくて大変だなーっていうねはいはい、はい、うん手がらいなーっていう話ひもじいっていう話 <laughs> まあ飲食はねずっとそういう思いしてきてるね確かにそうだよねうんで実際1万 で、俺がホットドッグを始めたじゃん、うん、思ったんだけど、うん、なんかその最初俺7万とかで売ってたんよホットドッグ SR おお<ー>、ね、すごい高えっていう人も,もちろんいるやんえー、ボケモンさん、ね、で、うん、スーツとかを着ているあんちゃんとかは、うん、ああもうなんぼでもいいよみたいな人もいるわけよ、はい、だからその貧富の差が激しいじゃんこの町って激しいよめちゃくちゃうん だからそのお金を持っている人がいるんだったら、うん、そこからは <laughs> もうちょっと取っていいんじゃないかっていううーんうんそね話がね出たのよこの前、うん、まあ軽くあげころちゃんとかとね話したんだけどでも初心者さんとかさ、うん、白市民の人とかはさお金ないじゃん。うん、そうね 多分デアンさんとかもそういう人たちのために1万円とかでね、うん、売ってたんだよねホットドッグをうん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 そこで最近これがあるじゃん、うん、どれだうーっとんああ白シミンパスだねはい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 最低価格をちょっと上げて うん、基本的にはその最低価格たった2万か3万とかで売るでこの白市民パスを出してくれた人には、うん、今まで通り1万円低下で売るうん、うん、っていう白市民パスを持っている人へのメリットとして飲食もなんかできたらいいんじゃねって思ったんだよねなるほどね、うん、で、うん、かつこれロギアさんにも話したの犬カフェの。 はい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 小木屋さん的には最低、うん、価格を上げちゃうとそもそもやっぱ生活は苦しいんじゃないって、うん、そういうねところもあるっていうそれもあるし、ね、あと店舗で立ってるのって結構暇、うんうん、みたいな話を聞いたんよ暇暇暇暇暇ん。 例えばまれ、あ、クさんとか俺みたいなホットドッグ屋とかいるじゃん、うん、そういう人たちが移動販売してんじゃんうんでレギオンとか EMC とか人がいそうなところで売るじゃん、うん、そうだねそこに結構集中しちゃうから、うん、お店に直接来ないみたいなあはいはいはいなっちゃってるんじゃないかなみたいな思ったねまね一因ではある確かに、うん そそうそれもね昔あったんだよねその問題あ,あったんだそう昔それがあったから、うん、なんかだからなんかみんなレギオンの方とか行って売るっていう事象があったんだよね、うん、あーみんな出張販売をするっていう事象があってはい、はい、そうするとじゃあ店舗の意味はっていう話になってくるからそうだよねでも、うん、その パン屋さんしか、パン屋さんもそのレギオンで販売してたのね、昔。うん、で、ホットドッグも、ホットドッグはもうデアンスがずっと、うん、あの、レギオンで販売してて、はい、でもそれって、はい、あの、<laughs> なんか、店舗に、えっと、いて、で、 あの売り上げが上がらない人が来ないみたいな状態からのえとじゃあどうやったら売れるかっていうふうに考えた結果のその人の行動だからそれは称えた方がいいんじゃないかっていう尊重したいっていう意見もやっぱりあって俺もそっち派ではあってそうだからそこをなしにするとか咎めるのは違うんじゃないかっていうふうに思って,てそう だからやっぱり飲食店ってその今もうめちゃくちゃ昔より増えてきちゃってるからやっぱどこかに行ったら例えばじゃあバーガー屋に行ったらえっとその後ピザ屋に行かないって当然のことじゃないやっぱりもう買っちゃってるからまあいろんな店回る人もいるんだけどだからじゃあ売れるためには人が来るためにはやっぱ何かアクションを起こさないといけないよねって。 んかその店舗ごとの結局努力の話になってくるのかなっていうまあ努力ももちろん大事だよねそう難しいところだよねだからでもそれを怠るわけじゃないけど、うん、店に待機してそれ一本で頑張ってるところに人が来なくなるっていう現状も悲しくはあるよねそこでね思、うん、ったんだよ うんうん、てかまれ、あ、肉屋さんがひもじいっていう話を聞いたから思ったんだけど、うん、移動販売の最低価格を上げればいいんじゃないかと思うんだけどうんうん、うん、ああはい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 例えば今店舗が1万円でしょ最低がそうだね移動販売を最低価格2万にするじゃん2倍になるからそれだけで多分うん じいってならないじゃんマネクさんもいったんうんうんうんだしその2万の移動販売、うん、っていうかまあレギオン前とかはまあさ、うん、よくあるやんフフニーランドみたいなやつでさそ、うん、こ,こは高いみたいな、うん、あるね場所代じゃんう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 んガソリン代とかもね一応かかるしうんだから店舗の最低価格と一緒はちょっとうううんうん、うんあれなんじゃないかって思うんだよねうんだし 移動販売が高くなったらその分ちょっと生活苦しい人は店舗まで行くじゃん、うん、お客さんはそうだねそうってなったら店舗に立ってる人もお客さんが増えるから暇な時間はなくなると思うんだよね、うん、結構前よりうん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 ,うん、うん、分散できると思うんだよねそれはある一理あるねうんっていうかニーズが分かれると思うんだよお金持ってる人はそれどこでも買うしなんなら移動販売のとこで買えるしうん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  お金、ね、ちょっと厳しい人はちゃんと店舗行ってくれるしうん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 だから最低価格を変えた方がいいんじゃないかなって思ったわけですよ、うん、出張販売のね出張販売のそう、うん、最低価格は2万にしてまあその細かいとこはお店ごとにするありがとうございましたどうっすか会長 いや個人的にはありだと思う。おい。ありだと思うし、最低価格を変える、大、うん、々的に変えるっていうよりかは、うん、勝手にやっちゃっていいと思う。まあまあまあ、そうね。そう。それで、まあ、ブランド力が、やっぱ、店のブランドってあるからさ、やっぱ、うん、最低価格に必ずしも従わなきゃいけん、なんか最低価格を下回らなければ、 価格調整って正直何やってもいいからまあ個人的な意見だけどね決まってるわけじゃなくてこれはまあまあそれはそう俺は何やってもいいと思って例えばだから変な話1,000万のホットドッグがあってもいいと思っててうん極端な話で言うとだから値段関係は全然やっていいと思うよ上げても。 ただはい、はい、いいよただやっぱりその初心者の人とか、うんあのー、初心者の人は結構しんどいと思うのねそうだねだから初心者の人はもう一律で半額とかにしてあげたらいいと思う、うん、初心者は半額もお店に任せていいと思うんだよな初心者の人にはそう,そうそうそう,そう 5, 円で 買うあげるのもいいし、うん、もう別にサービスもいいと思うし、目線にごとでもう自由にしていいと思う。初心者さ、うん。そう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 。うん、結構今店舗ごとにやってるのは、うん、あの、うん、初心者の人にはえっ、ー、と最低価格の半額で売ってたりするよ。はいはいはい。そうだからそれこそね、あの五千円だね、一個。うん とかで売ったりしてるからまあ,あ人によって対応を変えすぎるっていうのも難しいけどあこの最低価格、うん、なんか店舗型の店もさ多分さ、うん、たまに移動販売ってするでしょそういう人たちとも一般は足並み揃えて。 感じにした方がいいと思うんだよねうーん最低価格2万ううん、うんつってドンってそこは決めた方がいいかなって思うんだけどどう思うそうねーそうだなー難しいところやね難しいねうん まあ、全体の話だからねまあマジでうん自分まだ4日目のペイペイなんでこの街いやまあ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 ね <laughs> そこはねやっぱりどんだけペイペイでも長くいようがやっぱ意見っていうのはすごく尊重したいよね、うん、ありがとうございます会長うんこちらこそありがとうでもやっぱ飲食 一番きついのってお客さん店舗に立っててお客さんが来ないことだと思うんだよねまあそれが一番しんどいずっともうね根、ね、強い問題なんだよねそれうんずっとそれで結局そのスタッフのモチベが下がって誰も店に立たないっていう現象がずっと繰り返されてるから、うんだ,ね、だからやっぱ店舗と移動販売の最低価格一緒は変えた方が うんんうだよねうーんその <laughs> 儲からなくて、うん、やっぱしんどいっていう人もいれば、うん、そのそこまで利益気にしててないいって人もいるのねまあお客さん来ればいいみたいなねそうそうそうだから移動販売でも値段買えないっていう人もいるのよはいはいはい俺みたいな。 俺もだからじゃあここまで届けてって言われたとしても別にに値段変えずに俺は届けてるのね、うん、だからね多分ねそういう人もいるから別に値段最低価格をまあ町ごとボンってやる必要はないってことねそう町ごとボンではなくてその店ごとの色としてあげるならあげてっていうやり方でもいいと思う。 じゃあ思うけどどうかなどう思ういやそれはもう長年やってる、うん、飲食やってるてっちゃんの感覚を優先した方がいいと思うからじゃあそうなんだと思うよそれで多分文句言う人はいないんじゃないかななんか結局じゃあそれでじゃあそこ2万だから高えなって言って行かない人は行かないし 2万でも別にうんうんうんって感じの人は結局買うからそこはいいんじゃないかなって思うけどなそうそう値段は全然上げちゃってもいいよまあ俺は上げるんだけどうん全然いいと思うてか上げないとうん、まあ、しんどいよね実際問題しんどいし、うん、他の飲食にも行ってほしいから ネギオン前で、うん、ホットドッグって腹持ちいいじゃんいいねだからここで1万で他と一緒で買えんならいいじゃんって言ってたくさん拡散来ちゃうのもなーって思うからやっぱそんな周りのこと考えてくれてありがとうねいやそりゃそうでしょう嬉しいよみんな嬉しいよそんな印象業界そりゃそうだよそ,そりゃそうだよ,うだよ、うん、てっちゃんありがとうね まあしたらうんまれにくさんにはじゃあ行ってみよっかなそうだねー一緒に行こっか俺,<ら>俺も行くうん行ってみよっかじゃあそう思ってたの知らなかったしまあまあでもそうだよねお金でやってるわけでもない人もいるしねそうそういう人もやっぱいるのよえ電でもやっぱ いや移動販売に来ちゃうと思うん、そこで買いだめとかしちゃうと思うんだよね同じ値段だとそうすると店舗でやってる人が暇になっちゃうんじゃないと思うんだけどうんうんうんそうね違うのかなでもね、うん、体感だけどうんあのー、店に来る来ない問題は うん、値段よりも人だ、ね、あ<ー>やっぱりどんだけ店,、うん、店売り人売りができてるかだ,だから例えば、うん、会場レストランとかって結構結構ね行ったら大体人いたりするのよお客さんとかあそこ音楽しかり、まあ、接客しかりやっぱり結構良くてなるほどそう結構やっぱ人で行くって人もめちゃくちゃ多いと思う。 そうそうそう<あ>個人個人プラスやっぱ企業努力もあって、うん、お店の色をしっかり出せてるところってやっぱり売れるのよねなるほどなそうまあそりゃそうかそう値段で選ぶ人ももちろんいるけど、うん、もちろんいるんだけどやっぱ人で選ぶっていう方が大きいまあそりゃそうのかなって思うかなでも くの意見もやっぱりすごくね、うん、わかるその値段による懸念点っていうのもめちゃくちゃ分かるから、うん、俺は値段上げるのは全然ありだと思う。うんうん、で試してみて、まあ、実際にそれでお客さんが減ったとかその逆に移動販売に来るお客さんがめちゃめちゃ激減したとかってなったら、うん、そうなったらまた変えたりすればいいと思うから何事もやっぱトライアンドエラーなのかなって。 まあ、そりゃそう。うん、思うな、俺は。やっぱ人よ。うん、人。そりゃそう。うん。人。わかった。